これは奇跡的大逆転っていうシナリオができた。いいっすね。うん、その前に箱というシナリオができるかもしれない。いやマジか。中中中中中。それも俺の鼻ちょっと鼻炎がジルジルが申し訳ない本当に。おお。病気なんで。花粉症ですか。アレルギー性鼻炎なので。あそうなん、ね。今の時期だんだんブタクサが出始めたので。大変ですね。体調が弱ってくると、はいはいはい、わかります。弱るとガッツリ出る。あ出ちゃうっすね。厳しい。明日ちょっとバイヤーから薬を買ってきて。いや親だよ、分かってる親だよ。マジで。あしかしな、いやー集まりきついなこれ。伸びてもな、進まないね。いやマジきつい。なるほど、ね、進まないね。重い空気のまま。ここで9万なくないっすか。確かに空気が重い。さすがに腹立つ。重い空気のまま。いやきついっすね。空気が重い重い、まあ、なんせうちら大将ですからね。大将が一番最初だからそうですよね。時系列がすごいことやってるから。そこがまたちょるからあかんあかんわ。いやマジでマジか。親だよ分かってる。ブワー行くか。いないな。ウェイ来た。先手で行きます。手が…おっしゃい。すいません。いつもしま、すいません。それはしょうがない。の乗りましたわ。いや親流される。おーでけー。ドラさんきつくない。乗りましたわ。おいでけーな。怖っ。一発ツモ、ドラさん一発余計だよ。跳ねた。乗りましたわ。なるほどな。さあさあこっからこっからこっからまだまだなんで。序盤中の序盤っすから。これはちょっと頑張りたいんじゃないですか。さすがにみんなの口数が減るというかこんちゃんって感じで。いいっすね。ちょっと話さないとな。ツイキャスしてるのはすっかり忘れてちゃんと話さないと。集中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 してしまった。まあそんなもんじゃないんですか。いやでもマジでしょうがないしょうがない。喋ってたら本当に、あの多分見てる人が見てる人が一人ぐらい一人二人しかいないから。キャスの枠でキャスの枠問題ですね。キャスの枠問題ね。確かにね。はい、まあ今配信者のハリウッド T さん、そして万次郎さんと、MJ で麻雀の対決を今リアルタイムでやってるんですけど、これは声のみをみんなでわちゃわちゃやろうかということでわちゃわちゃためだけに撮ってます。説明が素晴らしい。大変申し訳ない。わちゃわちゃしてわちゃ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 してるんだけれども、もう今本番だから集中してる。いやマジガチで集中してる本当に。いやもうピンズ切れねえ。クーってことはテンパってる。失礼ちょっと調光します。はい、どうぞ、はい、失礼しました。どうぞ。先切っとく。勝負したい。勝負ってこれ、あなるほどね。皆さん振ると死んじゃうんで気をつけてください。冗談抜きで。そうです。誰かに振ってもいいんですけどね、正直なところ。ロンです。おお。はい。さすが。泣くと上がる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 。なぜかな。俺あの あそこでスーアンコテーパンツさんで。あ、そうなんですか。
今実況でスワンコテパイエって出てたって言った。いやマジ振ったら死んでたんで。あんこはまずいっすよ。いやなんかさっくり入ってきましたね。あんだけ早い順番でできたんで、ワン上がりまで見えたんですけど、気配が全く実況つい聞いてなかったら気配全然しない。だからっすよ。だからっすよ。怖い怖い怖い。今のは怖かった。あれあれあれ。怖いよ。頭からあんこ3つあったんで、あこれいけんなみたいな。乗ってますね。やべやべやべ。いやわかんないっすよ。これは上がれてはいないんで。一発あるな。バザルパチンカパン食っていく。いいっすね。言われた。落としとっか。一体この手さ、そのうち変わるよ。大丈夫だ。チューチュー問題ない。チュー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 。リーチ。おい。アンパイ。大丈夫だ。アンパイはいっぱいある。積もらなるほどね。勝負。こう先振るパターンじゃないですか。怖いっすね。怖ホラーっすよ。ホラーホラーゲーっすよ。ホラーゲーホラーゲーホラーゲー僕にもそれは。いありがとうございます。おいマジっすか。本一返された。本一漫画返しだ。やっと上がりました。こっから持っていきたい。よし二度目の親はえー早いですね。回るのが早いからね。そうそう。もうナンバーですわ。みんなもうナンバー3上がって。いや悪くないっすよ。でも1回ずつ上がりました。確かに。いや親連チャンしたいっすね。やっぱり怖いな。なるほどね。こわ悪くない。こわこれは食ってでも。わお親上がり優先でしょ。こっち落とすか。いやきつい。なるほどね。はあしょうがない。なんだこれ。こうなってくれな。いや、さすがにそれは無理。行くか。なるほどな。なるほどね。なるほどですよ。いや、きつくね。ハリさんのその捨て牌きつくね。やめて。怖いよ。じゃあ、アンパイ増えねえんすけど。マジ振りそう。いやこれは大丈夫でしょ。あうここでこういう牌来る。あーたなるほどな。これ勝負する意味ある。いや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 松の水松の。もう何もできないんで当然です。まあね。いやいやいや。僕はある意味気楽。あ、なるほどね。カナットがテンパイされたら。あ、でもそれなくね。いや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 。うわ。いや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 。いやー。ない。振っちゃう？大丈夫？あ、アンパイ。いや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 。いやあ、やっぱり当たりだもんね。いやあ、また親を流したってのはでかいっすか。いやーきついっすね。あれはす負けてんのに。あれはすやべえな。いやーこれは失敗じゃないの。
これじゃあ直接ハリウッド氏からあげる。いや持ってかれちゃうなマジで。ちょっとどでかい手狙うしかなくね。こうわこっから。目がこっからこうわ。まあ息の根を詰めるしかないよね。いやもう攻めるしかないんでね。逆に吹っ切れましたよ。やらさせていただきますよ。怖いっすよ。いやーでも今回マジドラ絡まないんでマジきついっすね。ドラ絡んでくれれば意外と点数伸びるんで。か。いやー、スーワン上がれなかったのがでかいな。なかなかね、スーワンコは上がれないですからね。てか、先輩すらも、ね、うん、いやー、マジかマジっすか。ここで勝ってくる。怖これこれまた上がられるパターンですか。上がられるパターンですよ。いや、わかんない。今回は上がらない。 100% 今までほんと 100% 上がってきたけど、わからない。レギュラーのことが起きるかもしれない。いや恐ろしい。あれだっかしら。いやきつい。手が全然良くないんで。きついなここも。うん、あーやっぱ、ね、わーおドラさんですよね。白ドラさん強いなですよね。ドラえもんが3匹で満貫確定だもんな。もうすでに満貫です。雑に強いんですよね。薬杯ドラさん美味しすぎるんで。薬杯ドラさんだけでおまんま3杯食えるって感じですか。いや本当に本当にそうなんです。前の旧式ルールだと食いドラもなかったんですけどね。ああそうなんですね。食いだから要は後付けなんでこれ。うん、なんかありそうな気がしますね。怖いなぁ。いやー弱捨てなんで全然怖いなぁ。とりあえず上がっとこうみたいな感じですよ。怖いなぁ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 。こっちで行くか。もうちょっと乗せたいんだけど。おいー、うわさらに来ましたね。関するわ。いや振るなよ俺。いや恐ろしい。振ったら運んじゃねえ下手すと。うーわこれ。薬杯に。うーわこれ。こわこわこわ。うわ。ギリギリんとこ。いやいやいや積もろう。ちょっと待ってくださいね。これは積もりたい。こっちか。積もりてー。いやーマジか。あぶれー。リーチできたわ。あぶれー。リーチかけてからのリーチかけてからの捨て牌ひどくないっすか。いやまあまあほら町一緒だからダブルロンで兄さん飛ばすかなと思ったんだけど。俺バイマン確定だから。あー強い。飛ばせるんだよね。バイマン確定で飛ばせるんだけど。売却売却万次郎さんが満貫で売却でちょうどハリウッドさんが死ぬという計算だったんだ。なるほど。だったんだな。そして俺は逆転勝利とならない。なるほどね。いや逆転いけますね。逆転いけました。あれで十分足りたんで売却なんで。うん、うわこれ倍ならいけますね。売却と満貫足したらハリウッドさんを超えたんだね。いじり逃げましたよ。まあそこは捨てないよ誰も。だから積もれ。積もられたらもうどうしようもない。いや積もしかなかったですよね。あれは積もしかないですね。いやーきついな。あん。ほう。乗れ。なるほどな。よし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 。これワンできたよ。敵に塩を送った感。敵に塩を送ってしまったよ。ただねこっからどう伸ばすのって言われると悩んじゃうんですよね。
こか。いらないんだよねこれ。怪しいとこっすわ。いやーきつい。しょうがないか。おい。あらららら早い。だ。さすが。一発でテンパってた。さすが。しなくてもテンパって。はい。黒。あとちょっと。終わり。いや。オーラス。オーラス。俺親なんで。俺は親なんで。日本馬です。知らんといかんすねこれは。俺は。何で。100万クラスじゃないとあかん。俺は食ってザンクでトップできるっていうぐらい。ザンクトップでも OK。 そうですね。ザンクで逃げれる。だからリーのみですらも逃げれる。すまないなそれじゃ。じゃあ俺じゃない。こだわりがあります、ね、いやこだわりはないけど。対象負けたらどうしようもないからね。何言われるかわからん。いやほんとそれなんすよね。これオカル、オカ付け、オカルールで、あの書いてないけどオカルールついてるんだよね。オカ計算だからさ。あのオカ計算ついてないと、あの2着でも全然点数あるんですよね。そのまんまの計算だから。あ、そうなんだけど、オカ計算、オカついてるからプラス計算になるから4。俺だとこのまんまだと、ハリウッドさんがプラス40何歩かになるのか、俺がプラス8か9ぐらいしかなんないんです、おかけ3分、うん、で、マンジさんがその分のマイナスになるから40何歩マイナス、そうですね、40、50、あ、違う、50何歩かになるのか、50いきますね、うん、50いったので、おかけ3ついてるからきついですよ、これ。だからトップにならないと意味がない。意味ないですね、ほぼほぼ。これが動いていく。ちょっときついかな、ここら辺は。こっちのはまだ可能性ありますよね。なるほどな。いや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 、ちょっときついここは。いやマジかよ。後半9万とか。つらい。つらい。ちょっともう、ね、今日ないっすわマジで。今日ないっすわ。さすがに9万2枚切りはね、心折れますわ終盤で。ダメだ、持っていきたい。こんくパン、怖っ。あー悩む悩む。パン。悩むけどやっちゃう。敵に塩を送ったパターンかもしれないです。流局か。あー、ダメか。終わっちゃった。終わっちゃった。いやボロ負けでした。この勝ち方はちょっときついな。いやお疲れ様でございます。変な終わり方しました。ありがとうございます。ありがとうございました。消せない勝ち方だけど。いやークソ、ちょっと一回は上がれたんでね。はい、一応スクショ取りました。ありがとうございます。はい、でハリオットさんも残したんで、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、なんかゴミ手で最後テンパイ上がり。いいいいいい、申し訳ない。またいつかやりましょう。はい、ありがとうございます。そうですね、ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、ありがとうございます。はい、お疲れ様です。配信も終了いたします。はい。どうもご協力ありがとうございました。ございます。失礼します。お疲れ様でした。おーい。